1ヶ月間のデータを取りまして、雨の日、相場がどうだったかというと、平均49円、日経平均上がってた。で、全部の天気を合わせると10円ぐらい上がってましたということなんですよ。で、あと、やっぱり雨の日だけ取った方が強いなと。やっぱり雨の日って天気上がりやすいのかなっていうの。これ本当かなっていうのがこう出てくる。ね。で、だから本当かどうかはここだけじゃわかんないんです。ええ。ここだけではわかんない。よくね、システムやる方で、まあ、今回システムのあれなんですけど、勘違いしちゃいけないのが、ですね、シミュレーションしました。過去のデータを使って、まあ、非常にね、マニアックな人だと、これ自分でプログラム作ったりとかして、ね、過去のデータを使って検証しました。ね。計算の結果、儲かると出た。だから儲かる。それはね、正しくないんですよ。それは正しくない。それはね、ほとんどの人がそういうふうに思っちゃってますし、確かにそれは一理あるんですけど、過去儲かったっていうのと明日儲けるってのは全く本当話は違うんですよ。そこはね、もう本当によくご理解いただきたいと思います。もう、絶対に違います。まあ、今回はシステムトレードの話なので、ですね、まず一番、自分が何を欲しい、何を嫌うのかを確認しましょう。ね。よく聞く質問がですね、百戦百勝のね、必ず儲かるシステムを教えてくださいとかですね、そういうのがものすごく個人の方ですと質問としてはまず一番に来る話だと思うんですけど、それよりも大切なのは、まずですね、ご自身が何を欲したいのかと、何を欲しいのか。マーケットの矛盾、不合理、のことをアノマリって言います。専門用語ですね。で、アノマリっていうのは相場の癖でもありますし、それを見つけるでうまく利用することによって儲けバランスに変える可能性があります。で、例えば、まあ、先ほどまでの例で、例えばみんなが買っているという時はいつも買いたい、買っている時は相場の天井というか、買いたい時というか、あ、もしこれちょっと言い方よくなかったかな、みんなが上がると思っている時ですね、この先まだ相場強いと思っている時っていうのは大体相場の天井になるということですね。それから信用取引の評価損益は大体損ばっかですねと。雨の日の相場は強いらしい。これは分かりません。まあそうかなっていうことですね。それから夏が強いと相場が上がる。ね。これも、まあ分かりませんけど、まあ、例えばですよ。ちょっと私もさっきちょっと電車の中で考えたんですけど、例えば簡単な例で言うとね、例えば暑い。暑いと何が起こるだろうということですね。ちょっと考えて、あと1月効果。1月がすごくこう上がりやすいんで、1月効果っていう言い方でもあるんですけど、日経平均の先物平均の指数ですね、日経平均の数字をですね、各月ごとにこう累積してこう積み上げていくと、なんと1月がとてつもなくパフォーマンスがいいんですよ。ね、この通りにやるにはどうしたらいいかというと、年末の大納会の日に買って1月末に手締まうということを繰り返すと、まあ、コストは考えてませんけど、まあ、大体こんな感じでいけるかなというわけですね。まあ、先物なんで、まあ、完全にイコールとは言い切れませんけど、まあ、一応こんな感じで、1月はとにかくすごいと。で、逆に悪いのは9月、ということで、まあ、こういったいろんなマーケットの癖、アノマリというのをシステム化してみましょうということですね。もう、これはもう、たくさんありますから、まあ、一応ここだけちょっと出したんですけど、これぐらい出したんですけど、投資家が強気の月は売りから、弱気の月から買いから入る。ね。まあ、勘弁法としては、自分の周りの人に聞いてみましょう。ね。自分の周りの人ね、さっきの A さんみたいな人から、やったらなんか最近相場の話毎日言ってくるようになったら、それはストロングセルですね。ストロングセル。ね。断然あの人喋んなくなったなと思ったら、これは倍ですね。倍。Excel 関数と、ビジュアルベーシックはどの、程度使いこなせれば良いのか。システムトレードということで、結構ね、今本とかなんかでも Excel 使って自分で作りましょうとかですね、そこでビジュアルベーシックっていう、まあビジュアルベーシックっていうのは、プログラムの言語なんですけどね、システムトレードへの第一歩、相場のパターンとルールの見つけ方。システムトレードを始めたい方、まず何をしていいのかわからない方必見。システムとは何か、どのマーケットでトレードするか、あなたはどうすれば儲かるか、きちんと調べてからトレードしているだろうか。システムとはチャート、テクニカルを使うことばかりではない。マーケットで儲けるコツの一つは、マーケットの不合理性、矛盾点、いわゆるアノマリーを見つけることだ。ぜひ本 DVD で学んだことをもとに、自分のトレードルールを確立していただきたい。